カクカクなんですよ。いたんですよ。で、これを完成に、まあ、あと何本か線が足りないので、これ書いていこう。いや、で、それが書けるとですね、まあ、今日のレポートがメインなので、写真撮って出せば書けるんですけど、まあ、それぞれですね、思いつくことが違うと思うので、まあ、自由に書いてください。という感じですね。先週の見てるとですね、僕が記載した以上に、今、非常に自由な表現にあふれていてですね、非常に面白いですね。今日はね、ちょっとグラフがあったりとか、ちょっとなんですかね、まあ、一見まともな感じに、感じないもんとなると思いますけど、それでも、多分ですね、30通り分ぐらいのね、バラバラの表現になると思うので、まあ、それを今日ね、作っていくのにですね、2年ぐらい前では、最初のこの3限を僕が授業して、で、4限目をちょっと練習、なんていうかな、その天気図を作る練習をして、で、5限目にこのレポートを仕上げてみたいなのをやってたんですけど、そうするともうみんな同じレポートになっちゃうんですよ。で、つまんねえなと思って、で、去年の冬ぐらいから始めてるんですけど、このテキストをですね、作ったのは去年の冬なんですけど、これの中身をですね、今日ちょっとまた鼻をかけして、このパートはこの班がみんなに授業する。このパートはこの班がみんなに授業する。で、それを順繰りにやっていきます。なので、自分の班がちょっとうまく説明できないと、そのパートの部分のレポートがうまく書けないんです。他の人たちが。わかります？で、しかも前の班がうまく説明 してくれないと、次の班のですが、その続きです。その続きなんで、流れとしても、前の班の言ってることがよくわかんないと、ストーリーとしてよくわからなくなって、わかります？じゃ全部自分のこととしてですね、前に出てる人がどういう人にいらっしゃるのか、でよくわからないんだったら、ちゃんと聞き直してください。どういうことだろう。前の人もね、真剣なんで、で、聞いてる方も、聞き返してみないと、結局自分のところに返ってくるというのを、この3限目にやりたいな。でですね、まあ、前回のお班と同じになっちゃうかもしれないので、ちょっと分け方変えましょう。まずですね、ここを第1班にしましょう。1列目です。ここね。第2班。はい。第3班。4班。はい。4。YouTuber になりたいっていう感じです。わかります。
見てる人がいると思ってしゃべってください。でその人に分かるように伝えるにはどうするかってことをちょっと考えてほしい。で、じゃあまずですね、第一波ですね。第一波はですね、こちら3ページ目、まあ、早く来た人が基本的に楽なんですね。前にすごく楽なんです。3ページ目です。低気圧と高気圧についてです。まあ、おそらく一番基本だし簡単だと思います。簡単だと思いますけど、これを誰に伝えるつもりで説明するか。で、よく考えるとですね、そもそもよく考えると何なのかってちょっとですね、もう一回考えると意外とね、分かんないもんなんです。みんな教科書で低気圧、高気圧って言葉だけ覚えて、で低気圧はどういうものなのかって言葉だけ覚えてますけど、本当はどういうことなのかっていうのは実は説明しようとしてみると結構ね、難しいなって思うことあるんですね。なのでこの5人で、この5人でどう説明したら一番しっくりくるか話してみましょう。こういう話にしましょう。で、前に出てみんなに分かってもらえるのはこういうふうに説明しましょう。をこの5人の話をしてください。次行きましょう。次はですね、4ページですね。ここです。はい、やっぱり今日天気図をこれから書くんですけど、何人か登場人物が大事なのがいるよ。そいつの性格とかキャラクターとか知っとこうと。そうすると次何してますかが大体分かるんですっていうのが基本的には天気予報なんですよ。だとしたらですね、まあ、そもそもどこ生まれなんですか。でどういう性格になるかは育ちによりますよ。やっぱそいつの育ちがいいか悪いか、まあ、どういう町で生まれ育ったかによってその人の性格変わるんですよ。文化も変わるんですよ。なのでまあやっぱりこの低気圧がね一番大事なので、こいつの生い立ちについてもね、この4ページは、まあ、僕なりに表現しますけど、この第2版だったらどう説明するか、それは自由です。これに従わなくても必ずしも全然いいので、低気圧というのはどういう性格のものになるのか、だから何をするのかという話をしてもらいます。で、じゃあ次3番ですね。3番はですね、まあ、生まれた後ですね、まあ、ある程度その自我が芽生えてからです。わかりますちょっと生意気になってくる頃です。まあ、そういう時ってね、まあ、可愛らしいけどまだ面倒くさくもなってくる時期なんです。個性が出てくる。その時期、だから生まれたからやんちゃになるまでの段階ですね。そこで何が起こるかっていうことをこの3番がどう説明するかはこの3番で話し合ってみてください。で次ですね。でここはちょっと短いですけど、短いので2ページいきましょうか。ですね、だから3番で6ページまでやってもらいましょうか。ほいって、よぼよぼになってくるところまでいきましょう。ほんで、ですね、まあ、7ページをちょっと突破してですよ。もうだいぶね、シーズン過ぎちゃったんですけど、台風の話はしときたいんですよ。で、今日のレポートに特に出てこないです。出てこないんですけど、まあ8ページに書きますけど、ここで
一番俺の授業を受けた以上見ておいてほしいところなんです。わかりますよね。だから俺を見てっていう話じゃないんですよ。でも俺の授業を受けてこの話知らないっていうのはもう痛いわけです。だからちょっと待ってよ、ここが4番なんですか。こうだな。熱帯の話、台風の話、はい、で必ずしも番組に沿わなくてもいいですけど、台風のことで、あ、これは俺ら知っといた方がいい。で、なんだったら例えば将来学校の先生になるとかだったら、子供にはこれ最低限これ分かっておいてもらった方がいい。思いつくこととか、で何でもいいです。何でもピックアップしてこういう風な授業でしょうというのを決めてください。この4人、1人加わりましたね。4番に行きましょうか。今加わってない。4番に。んで、5でしょ。6だよな。さあ、5はですね、まあ、その辺の登場人物の話を一通りしたら9ページでね、こいつをスクリーンに書かれたいんですけど、これを作るための、まあ、ルールブックなんですよ。ここからこの9ページあたりから、ここをですね、ご飯で言ってほしいな。それで11ページのルール123まで、ね、要するに基本的なことです。基本的なルールはこうしましょう。そうすれば大体のことはこういうところです。でちょっと長いですけど、別に長いからつってなんていうんですか、多いわけじゃないです。で、じゃあ次、最後はですね、最後は一番まあ、少ないですけど、ちょっと、このコツ123というところですね。わかります？コツ123です。で、これはルールを知ってないと、コツも何もないので、まあ、ある意味ちょっと大変だと思うんで、まあ、量は少ないですけど。で、一番最後のですね、コツの3番目のところにですね、内装と外装っていう言葉が出てくるんですけど、これが何なのかっていうのは、もし知らなかったら調べてみてください、自分で。他のパートもそうなんですけど、自分で調べて見てもいいし、相談してもいいし、自由です。で、誰もですね、目的がですね、自分のパートの分に関しては他の、25人の人ですね、ちゃんと分かってもらうということなんです。で、自分以外のパートのところもその人がちゃんと伝えられてるかどうかはちゃんと反応返してあげてください。俺は分かって、私はそこをよく分かってない、それちゃんと返してあげてください。で、分かってなかったらみんな困っちゃう。でそこをですね、これからちょっとやりたいな。でまずですね、犯人分かったので、どこでどう集まってもいいです。机も席も自由に移動してください。で今からですね、そうですね、10分ぐらいですかね、10分ぐらいあれば大体まとまると思いますので、10分ぐらいちょっとこの班で席移動してもいいですか。こんな感じに説明しましょう。誰がどう話しましょう、どういうふうに誰かにしてみ
ましょうということをちょっと決めてください。今は10分です。じゃあ、席は移動していきます。
けるよ。
体操にハイブル上げたことをしないといいんだけど、でもこうやったらちょっとマシなんじゃないかな。それぞれ、結局いざここで喋ろうとなったら、どう言ったらいいの
で皆さん悩んでると思うんですよ。ほんで、それはね、すごい、僕はね、その、分かった気になった瞬間のその次からが結構大事だなと思って、まあ、こういうことやってるんですけど、そう思い始めたのがね、ここにただいま、絶賛ステマ中のこの僕の本があるんですけど、この本を書いてたのが、ちょうどこの、だから学芸大のね、基礎学の授業を、始めて1年ぐらいだったんです。で、僕は、ね、梅雨のね、気象学の中でも梅雨の専門だったんですよ。まあ、今はいろいろ別のこともやってますけど、それで、まあ、専門だからですって、本を書いてくださいって依頼されて、あ、いいですよって安受けして、書くことになったんですけど、まあ、みんなだから、なんていうの、まあ、僕は自分で知った気になってるからいいですよって安受けするわけです。なんだけど、まあ、いざみんなの前に出て、こういうことだよ、発表しようとすると、まあ、結構意外と難しいよね。テキストなんなんかとかって、分かってたはずの話じゃないですか。そんなの小学生でも知ってるじゃんって話じゃないですか。でも知らないんですよ。で、これも僕も本を書くときも同じこと考えてるんですね。で、これ、ちょうど僕がですね、これ、バイオ先生の生涯っていうタイトルなんですけど、ちょうど僕がみんなと同じ大学生の頃ですね、ほぼ気象学に興味がなかった。その茂木耕作がですね、まあ、今ここに立ってるわけですけど、そこに至るまでの茂木耕作の正体を書いてるんですね、結果的に、最終的に。で、まあ、そうすると、まあ、バイオ先生の研究をしてたから、結果的には、まあ、こういうタイトルになるよって話なんですけど、これを、まあ、なかなか100ページぐらいなんですけど、書くのに2年ぐらい、いや、どうしようってなんか。まあ、皆さんが今10分ぐらいはどうしようってなっているのと大体同じような気分です。ほとんどだから分かってるつもりなんだけど、どう言っていいか分かんない。で、でもね、1回書けるとこれ2年間となったんです、1冊で。で、これ2冊目はですね、まあ、他のタイトルこうやって、まあ、一般なので他の5人くらいの仲間と一緒に書いて、第5章の梅雨の初代に僕が書いてるんですけど、一回これを2年でかけて書くとですね、こっちは2週間で書くんですよ。この差が。一回人の前で、すごい拙い本ですよ。拙い本ですけど、なんかこう苦しんで出してみると、それ全然完璧じゃなくていいんですよ。完璧じゃなくていいんですけど、2回目からものすごい楽になるんですよ。すげえ、ある意味だから、だからって別に丁寧だって話じゃなくて、文章も良くなったり、表現も良くなったりするんです。で、まあね、だから、ちょっとね、とにかく前に出てやってみるっていうのが大事だなと僕は思ってるから、やってもらおうかなと思ってるんですけど、前に出ると、まあ、なんていうのかな、あんまり慣れないんですね。結構硬くなって、ぶつる人多いと思うんですけど、合ってる間違ってるあんまり気にしないですね。例えば、自分の家族でなんか、まあ、お母さんといつも喋ってる感じとかですね、自分の仲のいい友達と食堂でいつも喋ってるような感じとか、まあ、まだ飲み会行かないですよね、言っちゃいけない年ですけど、まあ、だからそれぐらいの感じで相手に、目の前の相手に、まあ、今自分が分かってる感じだとこういうことじゃないかなという感じでいいです。その、なんていうの、子供に性格のことを、間違ってはいけない性格のことを教えねばみたいな感じじゃなくてですね、自分の仲良くしてる人に今自分が理解してる範囲でいくと、もうこういう感じですよ。それをちょっと話しかけて、相手がちょっと分かってないなと思えば、分かります？分かんない。いや、別な言い方するとこうなんだけどっていうのをこうちょっと試行錯誤してみて、ここで失格してみてください。分かります。で、その失格に皆さんこうそれ以外の25人は、ね、付き合ってあげてほしいんです。で、それはお互い同じことをやるわけですけど、で、それやるとだいぶ楽なんですよ。この後
か。まずとりあえずここに立ってみるのから。じゃあ立って一発。あの他の班の人はね、いや今楽なとこ取ったなと思ってるかもしれないですけど、案外苦労してるそうです。でどう苦労してるのかは皆さんには分からないかもしれないけど、それも含めてちょっと聞いてあげてほしいんです。はい、じゃあどうぞ。あのどう説明してもいいか、誰が説明してもいいか、絵を使ってもいいし、それから喋ってもいい。はい、じゃあ他の人はですね、他の人はまず一回前見てあげてください。今前にいる一班は自分ですから、数分後の、まあ、10分後か15分後かぐらいで、10分後に自分がどうなるかって話なんです。これ良くなるのも悪くなるのも今こっち側の人が、ね、どう受け答えするかで、で前の人は前の人なりに宿泊しますから、はい、でこっち側がどういう風な反応を返すかも、自分が10分後にされる反応そのものだと思ってください。どうされたら 楽になるのか、どうされたら喋りやすいのか、それも全部こっち側の人はそのことも考えてください。じゃあ行きましょうか。はい、第1班ね、まあ、特に定期に従わなくてもいいと言いましたけど、一応定期圧と合気圧の話です。じゃあ、一応そのテキストのところ行きましょうか。3ページ、みんなもそこに一応戻ってください。で、僕はここに文章ではこういうふうに表現しましたけど、まあ、1班がどう解釈したりとかどう説明してくれるかは全く別なんで、はい、じゃあ低気圧と高気圧について一班お願いします。どうぞ。どうします、誰かしら。はいはい、学習済みですか。言葉としては知っている。知っては知ってない人います。知ってる人います。知ってるって人は手を挙げる。全員じゃない人、全員じゃない、はい、だと思うんですよ、まあ、正しくは。はい、っていうことを反応聞いてみたいです。聞いたことある人いますか。わからない人いますか。はい、でも大丈夫だ、みんな知ってるの。はい、その上で何ですか。で、はい、高気圧は下降気流なので、空気の重さがあって、はい、うん、だいぶスッキリでそんなに難しくなさそうですけど、どこで殺しました。いや、なんかその、よくわかんないんで言ってましたけど、はい、テキストを使いたくて、うん、あ、モテさんのテキストを活かしてあげようと思ったけど言ってることがわからない。だから今の説明でいいじゃん。
どうですか。そんな感じです。今のこと以上に何かあるのかみたいな。苦労したことはない。単純すぎて、じゃあちょっとじゃあ逆にこちらに聞きましょうか。2班の先生に聞きましょうか。今の説明でもうちょっと聞きたいことあります。何ですか。何もなければ何もない、完璧ですって言うんです。はい、なるほど。じゃあ下降気流と低気圧と、下降気流と高気圧か、で上昇気流と低気圧だと、その言葉をみんなが皆さん学習済みでそれを確認しました以上っていう話です。それでよ、それでいいかなって。それ以上何か言うことはない、見事ないかな。なるほど。ちょっとその言葉を覚えてるだけの話じゃなくて、そもそもじゃあ上昇気流ってなんでなんだみたいな話はちょっと考えたことはなかったけど、今話し合ってちょっと出てきたんですか。それちょっと聞きましょうか。もうちょっと、そもそも上昇気流ってなんでなんですか。なんで低気圧だと上昇気流になるのはどうして。聞かれるかもしれないですね。いや、だから覚えましょうね。覚えてもいいんです。覚えてもいいんですけど、ふとそう思ったりすることもあるし、ふとそう思った人に聞かれることもある。なんでなんだろうね。なんだろうって話なんです。僕が言ったここで言い出した。で、よくわかんなかったし、よくわかんなかったしね。いいんですけど、その疑問はちょっと気にしといてください。覚えとけばいいんじゃなくて、じゃあその高気圧が下降気流です、それはいいんですけど、じゃあ高気圧がなぜ下降気流なんですかっていう話で、それが結局後ろの人の話にどんどんつながってくるんですよね。それをちょっと考えてほしかったということなんですけど、じゃあちょっと一回戻ってもらいましょう。ありがとうございます。
場所によってだいぶ差があるわけですよ。話でそういう話なんですけど、これいきなりここに移れないので、前回何をやったかというと、屋上に登ったわけです。わかります？そうするとここしか分からない、ここしか自分の上に乗っかってないじゃないですか。だから軽くなるなって話なんですね。気圧ってこういうことだよ感じです。で、僕が今その絵で例えてるのは、僕らコップの水の底にいるようなもの、まあ、空気なんですけど、空気も溜まってるその底にいるわけですけど、コップで言ったら水がですね、こうチャプチャプしてるようなもの。で、その水面は高いところもあれば低いところもあるよね。で、浅くなってるところと深くなってるところできちゃうじゃないですか。
高いところはどうなるんでしょう。下がるかもしれませんね。なんですか。どこに戻るんでしょう。どこまで戻るんでしょう。自然だと思う。こっちに近づきたいじゃないですか。
で、なんとにかくね、低気圧がやっぱり僕らにとって関心がある話じゃないですか。天気が悪くなんとしくないじゃないですか。それ困るんですよ。そこ大事なわけですよ。でまあ、今単純な話をしましたけど、すごい単純な話ね、根本的な話だと単純な話考えましたけど、場所によってどういう場所でできるかって話は次の話なんですね。じゃあ次行ってみましょうか。いきますか。はい、どうぞ。
ほかの25人にちゃんと聞いてないと3番の話でわけわかんなくなっちゃう。3番どうしましょう。なんかご要望があれば。今、話は、なんだろう、結構たくさん喋ってるけど、それ聞いてる限り、十分だと思いますけど、伝わったことも全くならない。伝わるまでやってほしいんですよ。だからそれ、どうするか。はい、どうぞ。大丈夫。この夫人があれば、俺たちいける。大丈夫ですか。じゃあ他の班どうですか。ここはまあ台風だけですよね。でまあちょっと他の班とやってること違いますけど、なるほど今のでスッキリ。なるほど教えてあげたい。上下どっちみたいな。大丈夫ですか。北南上下。Yeah.
ってたことは絵で描くとこういうことです。これで低気圧の生い立ち、あ、そういう風に生まれるんだもん。あ、今の話はもちろんあのこれ説明でもいいんですけど、あの受け取った側の人がな、受け取った側の人はどこを目指してほしいかというと、だから彼女たちも分かってるわけですよ。自分たちでやったんだし、人に説明しようとして説明するところまで来たんだ。で、今度受け取った人は受け取ったことを人に説明できるわけです。わかりますか？今話を聞きましたね。なるほど。その話を聞けばじゃあ誰かに言えます。同じこと聞かれたとするじゃないですか。で、たまたま今日は一般なんじゃないですけど、別な人に、別の人にたまたま日本と同じようなことを聞かれたとするじゃないですか。言えるかって話です。で、まあだから日本はみんな同じところを大体共有してるんです。納得はないんですか？何で生まれるのか、納得ですか？まず、あの、じゃあ、あの、とりあえずね、じゃあ自分たちが満足してくれたらそれでいいところにしましょうか。じゃあ、あの、ニャン、どうもありがとうございます。はい。あの、ちょっとね、ニャンはね、余力があったのか、3番のところまで言ってくれたんですけど、3番は、まあでも大丈夫ですね。それで。まあ、ちょっとかぶってもいいですか？かぶってもいいです。かぶってもいいですけど、まあ僕がじゃあ、あの、僕だったらどういう、いうつもりだったかって話をちょっとします。で、まあこれは別に正解だった話じゃなくて、僕なら前に出たときに、だから2年前までです。2年前までなんです。去年から、みんなにそれぞれやってもらってますけど、おととしまでは僕どういうことやってたかというと、あの、年代の話に出るじゃないですか。で、ガンガン貯められたら軽い空気ですよね。年代は空気がやたら厚くなるので、空気が軽くなって上昇気流になるんですよ。いい話だと思うんですよ。それもしてましたけど、問題はあの、この格差なんですよね。北は全然こう温めてくれないわけですよ。ドヨーンとしてる感じなんですよ。全然上がらない。こっちだけやたらはしゃいでる。そういう状況です。で、この温度差ってもうね、皆さんも感じたことあると思いますけど、例えば、ね、こっち側とこっち側でとか、それが温度差なんで、話はまああるわけです。で、温度差だと、まあ、なんとか解消したくなるんですよね、どこでも、そうなんですけど。で、ちょうど僕らが住んでる場所って、その境界にいるんですよ。境界にいるので、その、このお二人のですね、ギャップを解消する、その現場に僕らいるわけです。たまたまですよ。住んでる場所が日本に生まれたって言って、しょうがないです。で、そうすると、まあ、さっき言いましたけど、こっちはこっちでね、熱すぎる。こっちで何とかしてくれるっていう欲求があるんです。で、こっちはこっちで寒すぎる。で、じゃあ上昇するのはどっちですかって言ったらこっちなんですね。この境目でこいつが上りますよねっていう話をさっき言ってくれた通りですね。そうするとですね、ここは上昇気流なんですよね。
計算って相対的なものなんで、いろんなところでできるんですよ、結果的には。ここでもできるし、本当は。ここでもできるんですけど、まあ、ここでは、この温度差を埋めるのに、必ずこうなるよねって、必然性があるわけです。そういう温帯という場所で、できる宿命にあるもの低気圧のことは、温帯低気圧って言うんですよ。と名前を付けるんですよ。要するに、生まれが全然違うわけですよ。ここでできてる低気圧と、ここでできてる低気圧と、何のために生まれたかという宿命が違うわけですよ。こいつは、温度差を、この二人の温度差を解消するために生まれてるんですよ。わかりますか？っていうことを言ってるんですけど、そのため結局必ずできてしまうのが前線っていうやつだよっていうことを言って、ね、ちょっと3番のところも先走って言ってくれちゃいましたけど、結局だからなんで温帯低気圧が前線を持ってるのかって全部理由があるんです。温帯低気圧は前線があるんですって覚えるって話じゃないんです。温帯で生まれた以上はそういう宿命なんです。逆なんですよ。理由があるからこういうことになる、理由があるから前線ができるという話じゃない。ここでできているものにこういう名前つけました覚えましょうって話じゃないんですよ。ということをこの後の、じゃあそうするとですね、その宿命にあるものはこの3番は、まあ、一番なんですかね、一番多分今回大事なところでやりますけど、まあ、ここまでとにかくこういう宿命のもとに生まれた、この星のもとに生まれましたっていうやつ、この温帯低気圧というやつだってね、まあ、今日やりたい話なんです。今日この天気図の中に書きたいやつなんです。こういう生まれたやつなんですね。だとするとその次こういう展開になるのは必然だよねという話が3番の話です。わかります？不意として大丈夫ですか？はい、じゃあ3番いきましょうか。じゃあ3番の話をね、一応一段落したいと思います。これで 3件目が終わるんで、時間としてじゃあ3番聞けるか。3番いきます。
そういえばここにいるんだ。それが言えば。
片方は寒冷前線と温暖前線ができていて、うんうん、寒冷前線は、寒気の方が密度が高くて重いので、うん、暖気の下側に入り込むと、うん、で温暖前線の方が軽いので上に行く、この時この間で、雲ができると、うん、でこれがいわゆる寒冷前線の形で、次に温暖前線、温暖前線の方は暖気の方が軽くて寒気の方が冷たい方は空気が低いので下側に、でこの時に、この時に暖気が寒気の上側に入り込むので、でそうするとここの間のところで雲が発生する。でこの時発生する雲の特徴があって、こっちは幅が小さいので狭い間で強い、でこっちは幅が広いので長い時間ゆっくり量が少ないので深くできます。で速度なんですが、寒冷前線の方が速いというのがよく中学のなぜ寒冷前線が速いのかというと、うんうんうん、下の方に入るこの冷たい空気が密度が高いので、だいぶしっかりと比較的なので、気圧の影響とかをとても受けやすいので、同じ力よりも全部こっちの方が力強くなるんです、うん、でさらにこっち側のやつは全て下側にこう流れる力がいいんですけども、うん、こっちは上側に使われる力が多いので、そういう意味でも気圧の力がかかり方が変わってこっちの力が入ってます。なるほど。でそれをずっと繰り返していくと、うん、こっちの方が速いので、うん、どんどん速くなっていくので、うん、ここで追いつきます、うん、で追いつくことになるかというと、
答えがあるわけです。ね、あの、まあ、未完成です。ほぼほぼ答えがある。それは今の今日この説明とどういう関係が？違いが記号でわかる。ザーザブリかシトシト雨かみたいな振り方の違いが記号を見ただけでわかる。そこがポイントだと。なるほど。そこが一番やっててみんなに言いたいことだ。ここだぞみんな、レポートのポイントは。はい、なるほど、いいですね。もう一人いるんですよ、タブさん。自分だったらここだ。
小西が分かるように教えてほしい。ダメだ、お前地蔵地だもん。何言っても分かんない。四国がお前どこにあるか分かんない。分かるわ。ちょっと距離遠いですけど、小西に伝わるように話してほしい。まずどこ見てほしい。どの辺をどういうふうに見てほしい。西日本の変化っていう関連ですが、青い線の三角形書いてあるじゃないですか。何ですか。わかります。はい。どこですか。これ。はい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 。なんかわかったんです。三角形を。はい。三角形の三番目が、そう来たか。三角形の三番目、はい。ブロッド岬。いいですね。はい。伝わったよ。はい。はい。この辺はどういうのか。うん。ほとんどが10度。10度。10度で。はい。西側、つまり地名で言うと松山って書いてあるところを、うん、夜風邪って言いにくいですけど、松山、うんうん、多分レポートの肝はそういう話なんじゃないかと、はい、そこで劇的に話が変わるよっていう、景色が変わるよっていうのがレポートにきっと書くべきことなんじゃないかと。なるほど、なるほどですね。はい、じゃあ何番ありがとうございます。じゃあ一回ね、3件、ちょっと時間過ぎたので、10分ぐらい休憩しますけど、休憩して、休憩後はですね、4番、台風の話はね、ちょっと、まあ、聞きにくいぐらいですから。でも、縛りがない分、ちょっと、なんていうの、自由でいいから、ほんで自分の言いたいことですよ。何とかして自分が伝えたいこと言ってください。はい、じゃあ10分後まで休憩しましょう。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。レコード出してたよ。どうぞ。